こんにちは。今回は神なき世界の神様活動第7話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。神活始まります。何カッコつけてるんだよこの TS 騎士。病人や死体が放置されているし、建物は壊れたまま。ルールがなくなるとこれほどまでになるのか。ベルトランだけはこのままにしよう。神月様でけ。悔しいけどこいつエロいな。露出が減ってる。ひねくれた能力、ダキニちゃんもそうなのか。愛、愛ですよ、ナナチ。神になるのは俺だ。普通にオープニング始まると安心するな。今季やけにどデザスライディング交代よく見るな。あれ、なんか絵面ひどくないですか。かけまくもかしこき、みたまの大神、元積み心のまにまに、うむしい弟子。ロイのロイが。キモすぎる、G みたいな動きしやがって。キモすぎてほほど笑った。こいつ性欲に忠実すぎる。へえ、面白え男。勝手に信者にさせられただけだったと。性知識だけはある。何をカミングアウトしてるんだこいつは。禁書目録を持っていたのか。マジかよ、クシズ教団最悪だな。教団一の美。禁書買い漁ってたってこの人不女子だったりしない。わかります、じゃねえよ。どういうタイプの禁書語り。盛り上がってる。ダキニ教団とアクシズ教団でどっちが強いのか戦ってほしい。御霊様の信者が超減ってる。チャンネル登録者数激減はロタ。クソデカモンスター CG 来た。 CG 怪獣くん生きとったんか。われ強すぎー。アータルの方に信者座れてるじゃん。つえ、あんなクソガキ進行戦とこ。どんどんアータルちゃんに奪われていく。萌えキャラとかしたアータル正直かなり好き。イチャ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 。肉片散らばってますね。アータルは前線で働きまくってるからな。アータルが御霊のライバルになる未来もあるかも。ドットへ来た。御霊ちゃん燃え尽きてる。アヘガオ逆立ちイベントってなんだよ。この時間帯にふさわしい内容になってきましたね。この私を差し置いて新入団員とセッションするつもり。セッションってエッチなことですか。事情を知らないじゃ京都がグイグイ来る。セッションって言えばそれっぽくなると思ってるのか。このインピンがよ。桃鉄やめろ、ドットへ生かしすぎだろ。みたまちゃん死んじゃった。こいついつも白化してんな。みたまちゃんはおしまい。みたまちゃんの信者半分以上持ってかれた。 YouTuber も同じだから毎日投稿しないとダメだって言ってた。ふんけもいいじゃねえの。タイムラインに浮上しなかったからフォロワー減ってる。猫アドベンチャーかな。かわいすぎクライシス。真っ白になっちまったぜ。チャンス。ちょっとちょろすぎる。一体どんなセッションをなさってるのって。光り輝くセッションって何だよ。フンエッチじゃん。暗くしないと地上波に載せられない光景なんだろうな。今の喘ぎ声ガヤに大御所混ざってそうじゃない。下乳がでかすぎる。愛のままに、本能のままに、推しの子を。高橋以上のエッチなキャラいいよね。異世界マッサージ器具。マムシドリンク来た。ドット絵で最悪の絵面が展開されてて笑顔。ドット絵じゃなくて普通に描写もするんかい。禁断のアイテムだ。セッションは科学である。科学そそるぜこれは。またドクターストーンぶってる。開いてるのは門戸だけなんですかね。ヘブン状態過ぎてくる。また悪い顔してる。そのために出したのか。お前らには縁ないよな。ゴムはちょっと外れてるだろう。御霊様に何出させてるんだ。また塩塩になってて笑った。ああ、ダキニちゃん帰ってきてもうた。ご本尊様戻ってきたがな。流れが変わってきたな。やはり内部分裂か。近くないですか。ギャル隊委員長、チューしちゃうよ。ちゃんとバトルになってる。御霊まだ真っ白になってる。やべえよ、やべえよ。ロイ寝返ってる。ま、たこいつだよ。こいつ裏切りやがった。目がいっちゃってるよロイ。右手も立派な恋人だって。相手されてねえじゃねえか。結局一人じゃないか。こいつ連れてきちゃダメだっただろう。もうこいついらなくない。汚いシャイニングフィンガーやめろ。一人でセッション悲しすぎるだろ。ロイお前安定のクズだな。壁尻きた。壁尻アニメーション。誰が御霊様なのか確かめるやつだ。薄い本みたいなことすんなよ。マジカルスパンキング用意すべき。壁尻で引くの最悪だろ。ドットへのこだわり。壁尻 CG にコストかけるんじゃないよ。
こいつマジで最悪すぎる。何やってんのはこっちのセリフなんだが。ケツの穴確定回避からのスライディング土下座交代。交代土下座スライドここかよ。一人ババアみたいなのがいますね。見たま毎週しおっしおだな。泣き落としできたな。顔がすごくて笑ってしまうんよ。ここで泣けるのはアルドダイスターすぎる。壁尻なら先にやることがあるでしょう。罰すら喜んで受けそう。口角が全く合ってないのおもろすぎる。仕込みが効いてきたか。アヘガオガン泣き壁尻処刑シーン。この命ありましえーん。武田鉄矢やめろ。なんなんこの流れ。リシュ様のメガネになりたいです。誰だメガネになりたい言ったやつ。調教きた。仕込んでいくスタイル。声どうなってるんだよ。えのきくんのアドリブ好きすぎる。アフレコ現場自由すぎない。この演技指導どうなってんだよ。大事な仕込みなので5回言いました。なんやねんこの戦いは。メガネはつけたり外したりしろ。えのきくん楽しそうっすね。何やってんだこのアニメ。一体何を見せられてるんです。おもろすぎるしかもう言えない。おっきた。また漏れちゃってる。使いもわしなのに面白いのずるすぎる。ワールドダイスター超えた。イモジャージ芝居なめとんのか。ここで演技を語るな。役者宗教実に根気アニメ。そしてめちゃくちゃ役者指導した。これ裏推しの子ですか。惜しくはありません。天性の教祖体質って何。ずっと騙し続けてこられたのは事実だしな。また今期はアルドダイスター以外の作品からはアルドダイスターが生まれるのか。抱きに引いてるぞこれ。スポットライトやめろ。カッコがシュールすぎんだろ。御霊様がゾンビになってる。役者の違いを思い知っただろ。抱きに3ピンチ。メガネ関係ないやろ。ところどころゲームっぽくなる。お前は黙っとけ。主人公です。主人公の顔じゃねえぞこれ。死にかけ御霊。完全に寝返ったなこいつ。こいつの絵柄パターンいくつあるんだよ。普通に気持ち悪く。マジでこいつなんなんだ。ロイがおもろすぎてもうダメすぎる。急に進撃の巨人みたいな雰囲気出してくるな。無駄に作画かっこよくするな。ロイはいくらでもデスクしていいルール。ロリコンは気持ち悪いよな。小松美加子がおと言ってくれる神アニメ。御霊様限界じゃないかい。これ割とマジでやばいのでは。大ピンチの引き、もう終わり。ダイジェストドット絵来た。マジでドット絵ものすごく凝ってるんだよな。振り返りがまたひどいなほんと。御霊様ずっと枯れてたな。神勝面白すぎる。神勝の制作現場絶対ギスギスしててほしい。壁尻ドット絵。エンディングですごいことやってるぞ。ドット絵チーム仕事量すごいな。エンディングはバージョンアップしてる。ドットカメラ回転。いやーすげえアニメだぜ。金書読んで興奮してるあるある可愛いんだよな。謎のドット絵にこだわりすぎだろこのエンディング。限られた予算の中で精一杯弾けてる。ミカ腰息声ぶつ切り。喘ぎながら予告するな。コメディー&セス&バイオレンスで埋め尽くされる24分。エンタメの王だろ。開幕は重そうな雰囲気だったのに蓋を開けてみれば先週以上の下ネタギャグ回だったでござるの巻。今回もいろんな意味でひどすぎて笑った。手抜きいてんだか力入れてるんだかよくわからんアニメ。ところどころに演出なのか作画削減なのかわからん表現があるな W。 話は最上級に面白いのになんでこんなに作画だけがと思ってたが、コメディ要素のために役者陣に足りない予算を回したってことなのかな。作画節約アニメの境地に至ってるやろこのアニメ。コストカットに命かけすぎてて勉強になる。クオリティ勝負ではまともな制作現場にかなわないからピーキーに傾いていくの。なんとか勝負になるものを作ろうとする情では悪くない判断だ。これ相当予算少ないんだろうけどリソース節約が割とうまいからギリギリ耐えてる感じだな。明らかな低予算でここまでやれる監督は天才やな。作画力尽きそうなのが伝わってくるわ。頑張ってくれメース。動きはあれやけど一枚絵は安定してるから大丈夫だろう。それもそうやな。うまく節約しとるしなんとかしてくれそうや。動かすことより1万円のクオリティ下げないことにきつかってるな。やり方や作風にもよるけど神勝のやり方は割と正解やと思うわ。半分万作尽きてるのに本幕風のセンスすごいな。低予算でも監督のセンス次第でどうとでもできるってことやな。逆に予算ばかりあっても監督のセンスが5以下やとあかんのやろな。ドット絵復活めでたい。
美酒用フォロワー信者の吹き出しにメガネ登場して笑った。ド深夜とは放送できるギリギリやろくれ。アトドットへの180度回転はびっくりした。こんなにドット風絵でごまかすアニメは前代未聞だろ。これドット絵職人が半分くらい仕事してるよな。話数が進むたびにドット絵が手の込んだものになっている気がする。円盤にドット絵ゲームを得点につけよう。無駄に手の込んだドットカメラワーク、こうして見ると RPG ゲームのシーンをそのまま流しても許される気がしてきた。壁尻、エロ漫画ぐらいでしか見たことないぞ。壁尻という言葉がすっかり一般化しているこの国が心配になってきたよ。壁尻は理解できない性癖の一つだわ。後ろで何されてるかわからないのがいいのだ。ある意味ネトラレと同じなのだ。闇落ちロイは演出も演技も神がかってたな。四つん這いや土下座の動きとかアップの表情とか力入りすぎだろ。あんな自由な教団内で酔いだけは右手が恋人とか不憫すぐる。ザーさんがひどい汚れをやってると思ってたらみか腰がそれを上回る汚れに褒め言葉。壁尻の時にリシがダックマターやらかすんじゃないかと見ててハラハラしたわ。アルちゃんも右手が恋人の意味知ってるんだね。リシ用よりアルちゃんに思いっきり罵られたいわ。裏切り者にはお仕置きしないといけないよね。アルちゃんのお尻もってそこは止めるなよ。ベルトランちゃんも最終回近辺まで出てこないかと思ってたから今回の冒頭に出てきてくれて嬉しかったわ。壁はめになんでクッコロ騎士がいないんだよ。作者は分かってないな。アータルがこの調子で隔離の信者増やして野心持ったら怖いな。御霊の信者吸収して力が強まってるのを感じてるの若干不穏。御霊ちゃんいつまで干からびてんの。今日ずっとしおしおでみんな大ピンチだぞ。アダルトグッズ量産させられて途中からしなびてた御霊様かわいそう。ダキニの中の人もメグミンと全然違う声色をちゃんと使ってて偉い。ダキニからリシュに移った信者パワーをどう活用するかだよな。ダキニの弱体化だけかな。リシュに力を与えたのがユキとアンドミタマ様だと、どうやってシントに分からせるかだよな。先週の引きから今回はチットは真面目なシリアスシーンになると思ったら終始エチエチ&ギャグ展開で大いに笑いました。いやまあ展開的には大ピンチなんだけど、このアニメのことだから絶対的な安心感はある。今週はロイの裏切り模様が最高に笑かしてくれました。こいつに無駄にいろいろなパターンの策が当てるのなんなん。右手が恋人っていうのを教えてくれたって、それこの教団の中じゃ一人ですよって言ってるようなもんだろう。悲しすぎる。あとやっぱりリシュさんがエチエチシーンの全てを担っていて面白キャラすぎてやばいだろう。今週もまたおっぱし妄想してるし、武田鉄矢の真似とかしながら命乞いしてるシーンとかもおはら抱えて笑いましたわ。っていうか一回このアニメのアフレコシーン YouTube かなんかで公開してくれないかな。収録シーン見たすぎる。神様である御霊ちゃんは役には立ってるんだけど、ずっとしおしおなのがちょっとかわいそうでした。信者減ってるのには笑ったけど、今回はモブ信者までめっちゃいい仕事してました。特に謎のメガネをし信者には不覚にも笑ってしまった。メガネ関係ね。そしてこのアニメの味であるドット絵復活、大量に使われていて神活ドット絵ファン歓喜、壁尻シーンも謎のカメラ180度こだわりドット絵にしてて感動すら覚えました。やっぱりドット絵がないと神活じゃない。この体だけ2000、どういう決着がつくのか全然予想できませんが、やっぱり信者とかにこだわるアニメなんで信者数勝負になるのかな。以上、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。